はい、どうもこんにちは、しんごです。今日はね、前回の3回戦に引き続き準決勝の方をやっていきたいと思います。いやー、これはね、マジで準決勝に来たとか本当に何ヶ月ぶりぐらいだろうってレベルだから、マジで気合い入れて頑張っていく、その姿をね、最後まで見届けてほしいわ。お願いします。これ下がろう、これは下がる。今回がね、かなり通過人数の方がね、手前からしっかりとね、最初から最後まで1点でも取って後悔のない準決勝にしたいと思います。OK、これちゃんとバナナ置いていく。いやー、まあ長く伸ばすか。これワンチャン回避できる位置まで持ってこう。コロンキになるから、コロンキ入れて、しっかりロンキを刺していく。まあまあ前線まで戻ってきたら、これはこれでありだと思う。いやー、間に合わねえか。これはキノコ使って、いやー、これ落ち着いていきたいけど、これは一回止まろう。さすがに落ち着くっていう意味でも一回止まって、弱っ、マジかマジか、それ運悪い。ちゃんとここ意地でも店内に侵入して、危ない、ちゃんとダブル取ってこれ入れる。サンダー振ったら勝ちなんだけど、どう、無理。はよ、なんとかして。いやー、10か、苦しいよー、マジかー。まあ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 、12レースあることが救いだね。第2レースいきましょう。はーい、第2レースはリボンロードでございます。なんとか耐えたいけど、うん、まあどこかで大きく取りたいね。4人しか次の決勝にはいけないから、ここで結果を残せるように頑張りたい。ちゃんとキノコ引いて、で、これは、まあ、しっかりね、ショートカットをして前で勝負をしていこう。1位に踊り入れて、2割ができる、これもちょっと鉄筋入れて、潰していく。OK。これしばらく1位をちゃんと当たっていこう。ちゃんと1位でショートカットに行って、でダブル防御を引いていく。これなかなか美味しい。後ろはあんま何の問題もない。オッケー、悪くない。2位も近づいては来てるけど、悪くはない状況。しばらくは張っていく。オッケー、何の問題もない。バナナ置いてあるけど、しっかり華麗に避けて、オッケー、ちゃんと避けて、バナさんで完全に封鎖されてたけど、それも見越して、これはもう普通に受けよう。これはさすがに無理。オッケー、ちゃんと相手前で受けることで2位ではあって、いやー、キノコ出ねえか。キノコ出てたらまたタイル1に踊り出ることができたけど、出れなくなったからしっかりと、いやー、危ねえ、マジで。いやー、消えねえか。終わったな、これ。つい、マジで頑張れ、俺これで動く。くんねえかな、くらないか、もうマジで。あ、けどなんとかなる。おーっと、オッケー、なんとか8で済んだけど、ちょっとまずいな、これ。状況がよろしくないです。第3レースから期待しといてください。第3レースいきます。第3レースはツルツルツイスターになります。絶対勝つ。
まあ一旦前張って死んだら速攻下がるっていう風に切り替えていこう。おっと、前のバナナがちょっといやらしいからそれをしっかり避けていく。あぶねえ、マジか、取れねえか。なんか危なそうな音がした。危ない、いやー落ちるか、惜しいな。これは下がろう。冷静に下がっていくことでまだだいぶチャンスがある。ちゃんとスターを入れて、あとはもう神のみの治療。オッケー、キラーを引いていく。あぶね、もうやりすぎだよマジで。これ意地でもロンキで入れよう。え、ロンキ入れて、あとはなんかサンダーとかうまいこと絡めばありそうだけど、まあ、ちょっと厳しいものがあるから大きいのを使っていく。これに当たらないように走って、焦げか。これダブル以降さすがに弱すぎだな、それ。最後弱いなマジで。いやー終わったマジ。これ切って、まあ一個でも上げよう、頑張って入ろ。オッケー、まあナイス耐えだけど展開が悪い。12点。どうボーダー。まあけどまだ10点か。ゆっくり返すぞお前ら。第4レースいきます。はい、第4レースが、チーズランドになります。これはかなり打開をしていきたいところではある。打開をしよう。これはちゃんとバナナでやっていく。落ち着いて、これはしっかりね前が離れたところを確認して割っていく。いやそこまで離れてなかったから、いやけど離れてるだけ、離れてるけどちょっとたまたま弱かっただけ。これちゃんと範囲でイカか、イカは弱すぎる。これちゃんとここで止まってまた相手もゲートしていく。これ振ります、これサンダーかなり確率高い。オッケー、ここも入れる。嘘だろ、そんなことある。落ち着いて、大丈夫大丈夫。やばい、いやけど大丈夫、かなり上の方でこのここらのアイテムを持ってるっていうのは、まあ、割と有利、有利っちゃ有利なんで、しかも次6割ができる。でここで金属使い始めよう、ここで使い始めて次のアイテム交換をしながら上に行く。いやこれ地味前で勝てる。でございます。やったぜ、よし、これかなり上昇したんじゃないか、順位も。オッケー、よし、5位につけた。ボーダーの1個下につけました。かなり期待しておいてください。第5レース行きましょう。オッケー、はい、第5レースは64レインボーロードです。
かなり苦手でございます。落ち着いていこう。落とせ、悪くはない。ちゃんとスリット取って前に出ていく。これもかなり頑張って張りたい。 OK、 これ最初抜けられた。いやーマジか、抜けらんねえか。じゃあ下がる。 お金を集めながらしっかり下から行こう。OK、 スターが出るのは強いです。これマジか、割れねえか。ちょっとスリットを取って悪くはない。さあ入れてかなり突っ張ってフランかな、ったら勝ち。落とせ、かなり焼け焼け、いけ、まあこか、よし、ナイス我慢、素晴らしい我慢です。オッケー、ここで5位を取ること。やけだあれだな、競ってるところが結構上です。だけどまだなんとか食らいついてる前方集団に。第何レースかわからないけど次のレースいきまーす。はーい、第6レースはここはGBA マリオサーキットになります。さて下がります。ここは後ろから強いアイテムを回して上がっていこう。オッケー、ちゃんと耐えて金を集めていこう。この盤面我慢する。オッケー、6位で割ることによってスターが出る確率が跳ね上がる。あー、テレサか、テレサなんだったら早い段階で使ってしまおう。さっさと耐えて、キノコ3個持ってきたね。それは、オッケー、ちゃんと入れて、オッケーオッケー。キラーを引いていく。これは、ロングキラーを刺していきます。キラー入れて、サンダーお願いします！サンダー振れ！サンダー！いやー、来ねえかな、さすがに。じゃあ、これもう一気に奪いっちゃう。いやー終わってる、マジで運が。これはもう譲る、パクッと譲ってそこで止まろう。かまわん。おっとっと、上がれ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 、オッケー、なんとか耐えていく。素晴らしい耐え方を見せて、どうだいこれ。いやけどまだダメだな、まだちょっとまずい状況が続いている。次のレースいきます。よし、第7レースはマリオカートスタジアムです。頑張ります、とにかくとにかく頑張るのみ。1点でも多く取る。危ない、すごく怖い。オッケー、クラクション強すぎる。オッケー、ちゃんとロングぐらいだ、決めて金足りねえから交換しちゃって、
方がないから言っちゃおう。これはちょっと厳しいものがあるから直線で、いやこれいいや、これ普通に打てる。これちゃんと金で復帰して、これは最後キノコを引いて勝ちっていうビジョンがなかなか見えてる。オッケー、まだ前跳ねてる、いいよ。まあナイスタイ、オッケー、素晴らしい側を決めていく。よし、ただちょっとまずくなってきたか徐々に。あーだけどかなり詰まってるからまだ落ち着いていこう。次のレースいきます。よし、第8レースはキノコリッチウェイになります。さてどうなるか。これは下がるしかないな。下がってしっかりとお金を集めて、しっかりとお金を集めることで後ろから前に上がっていけるような形を作っていく。得意だけどかなり悪くはない。強化していく。いやマジか、早すぎるよ。我慢して。弱。いくいく。下がろう。どうしよっかこれ。まあけど9割ができるならこれちゃんと交換して。OK、強い。十分すぎるか。相当いい、これ相当強い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 。これはさすがに仕方がない、もういただろう。 OK、 これキラー入れて仕方がない、やむを得ない、当たりそうだったんで仕方がなくキラーを入れて、嘘だろマジかよ、運なさすぎだろそれ。ああ我慢、よしなんとか我慢したけどきつかったな今の。どうまいどうまい、どうこれ、いやー遠いな10点。次のレース行こう。よーし、第9レースはねじれマンションになります。あと4レース、もう全力で点を取りに行くしかない。まだだいぶあるはず。キノコ引いたんで、これはしっかりとショートカットをかわして前に出ていく。いやみんな持ってるキノコ、すごい人数持ってる。終わんのかそれ。これは仕方がないよ、サガモ。オッケー強い。いやけど強いけど微妙なんだよなこれ。これ入れて。食らねえかな。
なんか微妙そうだなこれ。まあけどキラーあるだけで相当勝てるんで、これは頑張ろう。今入れたじゃん、もうさー、もう落ち着いて、怒らない。もう無理だってマジで。終わった、終わりました、この人完全にこの世の終わりでございます。無理です、ボコボコにされました。泣いていいですか、そのマジ。あーもうやだよマジで。やめたい、もう負けだよこんなことされたら本当によ。こんなことって自分でやったんだけどさ、終わりましたもう。あとは上位の皆さんで頑張ってください、争いよ。10レース目はドーナツ平野になります。もう今のねじれマンションがあまりにも下手くそだったので、ものすごくやる気を失ったんだけど、再度ここで今一度気合を引き締めることによってまだ可能性を作っていこう。これ下がろう、これは下がりでございます。おっとしっかりと後ろから戦えるように立ち回っていく。もううっせえなマジで、もう怒らないよ、怒っちゃダメ、うっせえなとか言っちゃいけない自分主催の大会で。落ち着いて、大丈夫大丈夫、最後までせめてスポーツマンシップかっこよく保とうぜ、それがいい。ダメだ、怒っちゃダメ、怒るな信号、落ち着けお前は、一回落ち着くんだマジで。オッケー、まだ勝てる可能性は十分にある。なんでここで振るんだよ、本当にもう死刑宣告だよ実質の。振るしかない、こいつ頑張って、オッケー。なんでそこから FB が湧いて出てくるんだマジで。トゲー、うわー引かれたー、もうやだー、ごめん今回無理、もう純潔負けでございます、やだよもうやだよ、行きたかった決勝、もう11レース目いきまーす。11レース目はパリプロムナードです。もうね負けが決まっていようと関係ない、動画としてね、そう作る上で完璧な形で作るために絶対に勝つ、ここは勝って、いや惜しかったね、次頑張ろう信号ってみんなに言ってもらえるようなプレイをしたい。よく考えたら純潔に来ただけで今回は 大健闘だから、そう、それを忘れちゃいけない、俺は頑張ったんだよく。OK 偉い、もうそれをね念頭に置いて頑張っていこう。鳴らすかそれ、まあまあ鳴らすとはなんとなく思ったけど、いやーマジ、これはしっかり下がっていこっか。大丈夫大丈夫でございます、ちゃんと打開できるアイテムを。オッケー、悪くはない。これなら、いざ、サンダーが降りそうになった時にも、しっかりカバーできる状況を持ってる。オッケー。
これ切るよ。オッケースタートってます。素晴らしい。さすがに入れざるを得ない。我慢できない。よし、オッケー。弱い。マジでもうさあやめてよ。もう最終レースいきます。最後のレースはチクタクロックになります。またもや俺の大嫌いなコースを詰め込まれた。だがそこで勝ったらかっこよくない？そう思うから俺は負けそうになったとしても未だまだ心は死んでいない。まあてかもう決勝に行けないことは確定なんだけど、そういう問題じゃないんだよみんな。そうじゃない、そうではなくて、やはり一選手として最後までスポーツマンシップを持って戦うと。そうすることで次の決勝への道も自然と開けてくる。だから次の週とかいっぱい大会あるんだけど、まあそっちで期待しておいてくれ。生配信でやるかもしんないし動画でやるかもしんないけど期待しておいてくれ。楽しみにしておいてほしい俺の進化を。まだ今回はね、序章に過ぎない。ここで決勝を決めてしまっても、視聴者的には盛り上がらない。だってまだその物語の1ページ目だからね。そこで嫌でしょ？物語の1ページ目でさ、完結するような物語。嫌だろ？だから俺は、もう長い物語を歩んでいくって上でも、ここはあえて純潔で負けておこうじゃないか。それでいい！それで全然問題がない。何が悪いっていうんだって話だよ逆に。それで問題はありません。任せておいてください。オッケー、下のスターがある。状況としては悪くないけど、そろそろ降りそうだから早いところ履きたいんだけど、ちょっと持っていっちゃう。いいよ、いいぜいいぜ、上等だぜマジで。オッケー、ここでスター入れてゆっくり前方に浮上していく流れにしたいけど、ここはもうドリフト入れずに入れちゃって、ここスター入れて、オッケー、ミラクレイテから、ここでやばい、オッケー、上行った。ここまたスター入れて、よく引っ掛けて、やーべ取れなかった。まあいいや、もう皆さん次の回に絶対に期待しておいて、次の大会配信絶対に決勝行きます。期待しておいてください、乞うご期待。今回は負けてしまったけどね。ああ、お疲れ様でした。うん、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いします。じゃあ、シンゴでした。さようなら。